った投球、さらにはここまで全球ストレートで来ています。最後のボールはどうか、これもストレート、センターの前に落ちるのがよく取った、センター山崎ファインプレー。センター前に落ちようかという打球を見事に快速飛ばしてキャッチしました。山崎立ち上がりをまずは盛り立てました。大見さん、今の打球ですが山崎の守備いかがですか。1本目も非常に速かったですし、もう140キロ中盤でも非常に速さを感じます。ただここは緩い変化球、センターここは今度は山崎バックして、バックして通った、連続ファインプレーお見事。先ほどは前に出てきてファインプレーの山崎、今度は追いかけてファインプレー。いやー、これは野上さん、もう初回からものすごいですね。そうですね、もう、もともとね、守備ある選手ですけど、これはだいぶ前にいたんですよ。そうですかね。いやー、これは見事なプレーです。もうボールに対して追い方もね、僕ら